にちは。今日も始まりましたサニクリーンのドロソーチャンネル。本日はサニクリーン中国の矢野と永井先生の2人で進めてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドロコちゃんもいました。2人じゃなかったです。来ましたね。本日のテーマは新型コロナウイルスを不活性化する商品です。はい、まず不活性化って何ですか？はい、不活性化っていうのは、このウイルスに対して使う言葉なんですね。はい、うん、よくあの細菌とか O15 なんていう細菌があるでしょ。ああいうふうなものではよく聞いたので殺菌とか殺菌消毒とかありますよね。そういった言葉を使うんですね。不活性化というのは、ウイルスに対して、でなぜそういうかというと、細菌というのは、自分自身で栄養分とかがあったら増えていくわけですね。はい、1個か2個2個か4個4個8個って増えるんですけど、これウイルスというのは、自分だけでは増えないんですね。あ、そうなんですか。うん、これは相手のターゲットの細胞の中に入って、その細胞の中で自分のコピー作っていくと。はあ、うん、でこのウイルスというのはまだ生き物かどうかも分かってないんですね。あ、そうなんですか。うん、だから殺すとか殺菌とかっていう言葉が使えないので、はあはあ、このウイルスの効果をなくする、はい、なくしてしまうということで、この不活性化という言葉を使うわけなんです。はい、今回は新型コロナウイルスを不活性化する耳寄り情報があるということで聞いたんですけど、どんなことですか？今日こういったものをお持ちしました。はい、これ実はですね、久里研究所大学が、プレスリリース、今年の4月27日に、出したものなんですね。報道関係各位と医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス、SARS コロナウイルスの2、不活性化効果についてというものが出ました。お、これ何が書いてあるかというと、何が書いてあるかというと、今、お店なんかでアルコールとかそれとも手に入りませんよね。はい、入りませんね。うん、でそんな中で、このお店なんかで手に入る洗剤、まあ、こういった雑貨類、こういったもので、実験をしたんですね。はい、はい、でその実験データの実験した結果、うん、今回のコロナウイルスが不活性化を確認できたという衝撃的なものがここにあります。ほうほう。界面活性剤が、有効だというのはアメリカなんかではこう結構感染防止洗剤というのがあってですね、これやってたんですけど、日本の場合はそのカテゴリーがないので、洗剤って言ってもあんまり信用しなかったんですよ。うん、要するに雑貨類、はい、この中にはですね、雑貨、ちょっと話ちょっと書いてあるんですね。研究結果ってあるんですね。うん、で各製品のサンプルについては製品のパッケージの裏面に書いてある使い方を参考にして、希釈が必要な場合には水道水を用いた。はい、でコロナウイルスに、この接触時間1分のものと10分のものがあった。で、ほうほう、うん、でその製品のこの裏面見て、手指ですね、手指の洗浄、それから拭き取りの洗浄を想定したものの中には、これらはコロナウイルスの不活性化に効果があるっていうのデータ出てます。データなんですね。出てます。はい、ほとんどのものがこれ載ってますので、うんうん、皆さんぜひホームページ、インターネットでこう見れますから。はい、はい、でそういうふうなものを使い、をやって、実際にこうデータが出たわけなんですね。これ非常に有効なデータが出ました。特にアルコールとかが、ね、今ない時期になってますので、うん、ぜひこういったものを参考にしていただければと思います。そうですね。で、うん、でさっき言ったなぜ出せないかというと雑貨類なんですね。皆さんがよく買っているアルコールとか 70% のアルコールとかあるでしょ。あれ医薬部外品ってなってますよね。はい、ああいったものは何々効果あるって言えるんですけど、はい、雑貨は言えないんですよ。でこれは大学がやりましたから、これは実験として出したわけなんで、はい、こういったものを出せるわけなんですね。あ、はい、雑貨でこれにこういうふうなことは不活性化に効果あるとか、菌が死ぬとか、はい、というのが出せない。言い切れないんですね。言い切れない。ここまでもう出したいけど言えない。でそれで大人の事情がかなり、そう、国のね、法律のことがあるわけです。はい、北里大学なんですか？北里研究所プレスリリースでもいいですし、うんうん、新型コロナウイルスで、うん、やってもこう出てくると思います。報道を、これは報道関係各位にこう出してますから。あ、そうなんですね。誰もこう見れます。はい、今日の動画はいかがでしたか？今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
矢野さん、今日紹介したいろいろありますでしょ、はい、ぜひね家に帰ってそれ調べてみてください。わかりました、はい、皆さんもぜひ調べてみてください。はい、どろこと掃除ろう綺麗だ大好き僕たちを掃除マイスターピクピクのことなら早速商品見つけました。ここが洗濯機で、これがいつも使っている洗濯用洗剤です。あと袖とか結構汚れるんでこれも一緒に使ってるんですけど、もう早速家の中に2つありました。洗濯なんだっけ、トイレの洗剤です。ついでにこれサニークリーンの業務用トイレットペーパー箱で買ってます。はい、ウイルスの活性化に効果があると論文で発表されていた商品、家の中で4つ見つけてきました。洗濯用洗剤とトイレ用洗剤と床用のウェットシートです。確かに家の中ですぐ揃えれますよね。アルコールが今全然手に入らなくて困ってる人とかもこの論文読んでウイルス対策していきたいですよね。この後ろの面をしっかり読んでもらってきちんと使っていけばいい感じで乗り切れるんじゃないでしょうか。